シモヘイヘはフィンランドの軍人。フィンランドとソビエト連邦の間で起こった冬戦争ではソビエト赤軍から白い死神と呼ばれ恐れられた。スナイパーとして史上最多の確認戦果542名射殺の記録を残している。愛称はシムナ。フィンランド現地語の発音に合わせる場合、シモハユハもしくはシモハウハと表記するのが近い。 現在のロシアとの国境近くに位置する小さな町ラウトヤルビで生まれる。軍人になる前は漁師圏農民として働いていた。20歳の頃に民兵組織、白守る軍に加入。射撃の大会にもたびたび参加し、彼の家にはその腕前によって得た多くのトロフィーが飾られていた。農家での仕事の昼休憩の際、他の男性陣は昼寝をするのだが、 平平だけは昼寝をせずあらかじめ森の端につけておいた目標をめがけ建物の窓から空砲で狙撃練習を繰り返し行った全員が起きてくるまで撃ち続けていた記念写真では立ち位置を指定された場合を除き常に高烈か他人の影に隠れて写っている博物館所蔵の平平を含め3人で写っている1枚の写真には 自分の姿は切ってしまっても構わないと直筆の手紙をつけたほどのつつましさであった。晩年のインタビューでは質問された内容に回答するのみでそれ以上の話はしなかった。1925年15ヶ月の兵役義務によりフィンランド国防陸軍入隊。新兵訓練機関を第一自転車大隊で可視官学校を経て兵長となり残りの任期を 第二自動車大隊で過ごす。兵役期間後は、予備役となり、民間防衛隊に入隊する。1939年から1940年に、かけて起こった冬戦争では、予備役兵長として招集され、フィンランド国防陸軍不評第12師団第34連隊第6中隊に配属され、故郷の町に近いコンラー川の周辺での、防衛任務に就いた。 同第六中隊の指揮官は、フランス外国人部隊勤務経験を持ち、モロッコの恐怖と、あだなされたアールネユーティライネン注意。ユーティライネン注意は、民間防衛隊での射撃成績等から判断し、兵兵を特定の小隊に配属せず、最も能力を有効に発揮できる、狙撃兵の任務を与えた。平均気温摂氏20度から低摂氏40度という、国間の中で、 純白のギリースーツに身を包んで狙撃を行った。その戦火から、狙われる側の赤軍兵士は兵兵を、白い死神という意味のや、災いなすものなどのあだ名で呼んでいたとされる。冬戦争3戦時狙撃においては、フィンランドが独立後、急宗四国のロシア帝国が開発した、モシンナガン M1891 を土台に、改良したモシンナガン M28 を使用していた。 ヘイヘは身長約1 5 2トルと小柄であったが1 2 0トル以上あるこの銃を手足のように自由に扱ったと言われる。後にその活躍からサコ社によって調整された特性の模ナガンを与えられている。模ナガンには3.5倍から4倍の倍率を持ったスコープが装着できたがヘイヘはスコープを使用せず。 重心についた鉄製の照製と消耗のみで狙撃を行った。これは、漁師時代からの射撃姿勢への慣れと装備の軽量化に、加え、スコープのレンズによる光の反射で位置を悟られるのを嫌ったことによる。実際に兵兵は1日中相手軍を見張り、相手のスコープが反射したことにより気づき撃退した話もある。兵兵の使用した模身長のうちの一丁は、 現在もフィンランド国立軍事博物館に展示されている。狙撃の技術は入隊前に営んでいたケワタガモ漁で培われたものと言われ、これは元漁師だった赤軍のバシリザイツェフやアボリジニーの漁師出身者が多い現代のオーストラリア陸軍 SAS 狙撃兵などの経歴と共通する。兵兵の狙撃は連続的な射撃と精度を両立していたと言われ、 狙撃訓練過程では150メートルの距離から1分間に16発の敵中に成功したという逸話が残されている。実戦でも300メートル以内ならほぼ確実に敵兵の頭部を狙撃したという。最長で450メートル以上の距離から敵を狙撃したことがある。兵兵は寮においても戦地においても当たる確証を持った。 時にのみ射撃を行ったため的中率はほぼ100%と言える。公式確認戦果の542人は世界最多記録として知られるが、この中には狙撃銃以外の火器による殺害数は含まれていない。サブマシンガンの名手でもあり、殺戮の丘の戦闘では KP31 サブマシンガンを用いて記録では200人以上、非公式なものを含めれば、 狙撃で殺害した542人よりも多くの敵兵士を殺害したと言われている。これらの記録は戦争開始から負傷するまでの約100日間のうちに残されており、1939年のクリスマス直前の12月21日だけでも25人の赤軍兵士を殺害し、クリスマスの夜には通算殺害数が138人に達していたという。 重大な脅威である兵兵を排除するべく、赤軍は大砲による攻撃や、カウンタースナイパーの配置などの対策を講じた。終戦一週間前の1940年3月6日に起きた戦闘で、赤軍兵士の銃撃により顎を撃ち抜かれる重傷を負う。意識不明の状態で遊軍に救出された際、兵兵を収容した兵士が、彼の頭は半分なくなっていたと述べるほど、 深い傷だったが、一命は取り留めた。病院へ搬送される際、はじめは、軍の小舟に仰向けに乗せられていたが出血がひどく、窒息の恐れがあったためうつ伏せの状態で運ばれた。混乱あの仲間には、兵兵の戦士が伝えられ病院で葬式が行われた。しかし、葬式の最中に、兵兵が生きていることが分かったと晩年のインタビューで、本人が話している。 戦勝から一週間後の3月13日に意識を回復したが、その時はすでにモスクワで、講和条約が締結され冬戦争が終結していた。ヘーヘは継続戦争への参戦を希望したが、度重なる手術により叶なわなかった。また、傷が癒えた後も顎には、生涯消えない傷跡が残った。終戦後、ヘーヘは、マンネルヘーム元水と面会し、 第一級自由十字法省とコンラ十字省を受訓。さらに、兵長から将尉へと異例の五階級特進を果たした。そのまま退役し、領主権領権の繁殖家として余生を過ごした。領主としてはヘラジカを対象にし、第八代大統領であるウルホ結婚年と一緒に彼を楽しんだこともあった。平衛は1998年にインタビューを受けて、 狙撃の秘訣を聞かれた際にただ一言、習熟だと答えた。また、多くの人間の命を奪ったことについて、後悔の念はないかと問われて、やれと言われたことを、可能な限り実行したまでだと述べている。2002年4月1日、平平はかつて自らが守ったロシアとの国境線近くの町、ルオコラハティにて96歳で死去した。平への死後、2004年に、 フィンランド国へ放送が発表した最も偉大なフィンランド人ランキングにおいて視聴者による投票の結果第74位に選定された。生まれ故郷であるラウトヤルビにコンラートシモヘイヘ博物館があり、夏に一般客に向けて開館している。春と秋にも来館希望のグループ向けにガイドツアーが行われている。ありがとうございます。